さあ、ラジオもどきの時間でございます。今回のテーマはマイナーですね。よく、私の場合はゲームですかね。例え話としては結構ね、メジャーなものっていうのはそれだけで人が集まってくる、みんながやってるからっていうのは遊ぶ立派な動機になりますが、その一方でマイナーってものも同時に出てきますよね。例えば顕著なものとしてはポケモンとかがそうですね。ガブリアスとか、そういったポケモンが流行ります。今はそんなに流行ってないらしいんですけどね。その陰でやっぱそのガブリアスとか、メジャーなポケモンばっか使って戦っても楽しくないぜっていう層が生まれまして、でそれがひどいことになっていくとガブリアスを否定するようになっててね、過激派ですな。どこにでもいるもんです。例えばスプラトゥーンで例えるなら一時のダイナモローラーみたいな感じでね、ダイナモと他なんだ、でもスプラトゥーンはまだ分かれてる方だね。ホットブラスターの直撃が鬱陶しいぜっていうのはまた違った気がしますしね。ダイナモもそう、その武器の圧倒的な塗り性能による暴力のそれだから。でもそう、リールガンとかを好んで使っててね、それを盾に過激にね、ホットブラスターやダイナモにこうね物申していたら、それは立派な過激派なのかもしれない。でね、なんでこんな話をしたかっていうと、ちょっと身の回りでジャニーズの話になりまして、リアル路線だね、いきなりね。で、ジャニーズって言ったらもうね、主なファン層としては女性層ですが、男でも言うてテレビ見たらね、テレビとか雑誌見ようものなら、ジャニーズなんて見ない日はないぐらい、巨大な、なんて言うんでしょう、団体ですよね。ってなってきたら、お前ジャニーズ知ってんの、誰が好きって言われて、俺嵐好きだよって言って、そしたら、嵐、そんなのもう誰でも好きじゃん、他にないのって言われて、そういう返しで来るとは思わなくて、そういう基準があるのかっていう。いやでもその基準で考えたらね、みんなが好きだから除外して、じゃあ誰が好きなのって、そういう流れで応援されるジャニーズの方々もかわいそうじゃねえかっていう。でもそういうのってなんかどうしてもあるんですかね。そのやっぱあるじゃないですか、皆さんも返されたことないです、みんなそうだからみたいな、たまにうんざりすることってあると思うんですよ。今日しんどかったわ、わかるわかる、俺もな、お前の辛さを俺と一緒で考えるんじゃねえと思うこともあれば、なんか最近退屈だわみたいなこと言ってたら、もうみんな退屈だからねみたいな感じで諭されて言われるの。なんで他の人たちがみんな退屈だからって自分の退屈まで納得せにはならんのだと、そういった面から来るのかもしれないね。その他とは違う自分みたいな、そういったところ、自分はちゃんと自分を持ってるという、ラジオもどきでこうやって喋ってる時点でそういうことを内心どこかで思ってる節もあるのかもしれないね。ブーメランブーメラン。でもこれって一歩間違えばね、攻撃的になってしまうよね。しかし誰もが好きじゃない範囲で誰が好きかなんてジャニーズで聞かれてもね、それはどうなんだろうね。それはもうある意味ジャニーズを応援していないのではないかと、その特定のグループさんね。そのちょっと違う自分に、酔いしれてる感じがしないでもないので、どうか素直な気持ちで応援してあげてほしいんですが、その時の話をしていた人がまさにそう、獲物を見つけたハンターの目をしていたので、あれよね、とっさにはうまく返せないよね。その人の価値観そのものを否定することになりかねない。しかしそうだね。でもそんな男の私にね、ジャニーズの詳細を聞かれても、そんなジャニーズに精通してるわけではない。そう、大野くんのそのちょっと悲壮感漂ってるところが好きとか、松潤の男前なところが好きとかね、そんな感じなんで、あとメジャーどころでは TOKIO よね。ジャニーズというかもはやあれだよね、創造主だよね。メシアみたいなもんです。まさかね、夜7時でしたっけ、に現れて、いろいろなものを作ってるよね。ラーメンを作るときに、その小麦から作るとかだっけ、とんでもないワードが飛び交う。一時こんな流行るとは思わなかったけどね、
ここ数年で一気に勢力を伸ばしてきた感じがあります。カントリー系アイドル、で、あとはそうですね、キンキキッズとか関ジャニエイトとかなんですかね、私が知ってる限りだと。やっぱね、そのジャニオタっていうのはいろいろ言われることもあるかもしれないし、実際あジャニオタなみたいな言い方するかもしれませんが、まあまあ実際過激な人はいるのかもしれませんがね。そうアニオタとかもいます。はい、まあアニオタで目立つ勢力といえばやっぱラブライブとかなんですけど、ラブライバーですかね。でもやっぱね、目立つのは一部だと思うんですよ。気にしないで、気にする人は気にしなくていいと思うんですよ。そういうもんだと思う。でね、イケメン美女っていうのはやっぱ癒しですよ。世におけるなんか見てるだけでこう心が安らぐっての。この話のテーマでさえ若干ダークサイド入ってるんで、はい、そういったことを忘れてね。そうイケメンがこうアトラクションに精を出したりとか、ただおしゃべりしながらお菓子を食べる姿とかね、なんとも尊いもんです。そういったものをこう補給しながらね、毎週やってんのかな、毎週というか毎週はやってるよね。毎日やってんのかな、まあ団体が違えば毎日か。ってな感じで、まあ楽しみましょうという感じの、気楽にね。そうそうそう、始まりの話が結局ね、そのみんなが好きだからとかあるんすかね。そうなんすかね。まあでも確かにあるな、ギャルゲーとかもあるんですよ。甘神とかいう割と有名なゲームがあるんですけど、七崎っていうキャラがいましてね、七崎が好きって言ったら、ああお前も七崎か、みんな好きだよねみたいな言われるね。確かに。でもいいじゃない、好きなものが好きで。まあなので今回の話で思うことはですね、まあ、ジャニーズの話で終わりそうだったけど、そうじゃない。そう、まあそういった周りの声を気にせず好きなものを好きでいることが大事と。これは結構あるあるなんじゃないですかね。最近はね、いろいろなツイッターとかで他の人の声が届きやすい環境になってきた、ので、まあそういった声に惑わされず自分は自分の世界で楽しむっていうことが、まあそこで問題が出てくるのがね、自分の世界で楽しんでるつもりが、その私はこうだと思うのところの先にびっくりマークが強すぎて、それがその外部への発信と捉えられて、まあちょっといろいろあったりとかもあるみたいなんで、まああれよね、この最近のこのなんていうの、何でもネットワークみたいなところが裏目に、 LINE とかもそうですよね、既読で返信してないとかでなんかあだこだ揉めるわけですよ。もうちょっと気楽に生きてもいいと思うんですけどね。でもね、そういうのって一人の考えではダメなんです。みんながそう思わないとただただ白状なやつで処理されるのね。いやー辛いもんだというあるある話をしたところでね、どうにもいい話だなーで終わりそうもないので、私は撤退するぜ、逃げるようにな。ありがとうございました。